海上自衛隊幹部候補生学校で行われた卒業式には、幹部予定者課程を修了した卒業生60人が出席し、渡辺博校長から一人一人に卒業証書が手渡されました。幹部予定者課程は、これまでに自衛官としての実務経験があり、部隊から選抜されたベテラン隊員が対象の課程で、およそ4ヶ月の間、現場指揮や戦術立案を学んだ学生は、幹部自衛官として再び各部隊に所属します。式では酒井亮海上幕僚長が、これまでに培った知識や技能を生かし、10課のスペシャリストとして活躍してほしいと卒業生たちに訓示しました。今までの自衛官生活の中で最も過酷な、心身ともに過酷な4ヶ月間でした。諦めない心という、精神力が身についたと感じています。今まで培ってきた知識経験と、そこにリーダーシップを持って、部隊に貢献していきたい。